さあ、種はまき終えた。最高のステージがスタンバイ。あとはメインアクターの入り待ちだぜ。棺ガール、プレイヤーちゃん。オーシッ！無粋なホットラインだ。カットしておくべきだったぜ。イエス？要件は手短に頼むぜ。You see？それは棺ガールたちに確認してもらいたいところだね。こちらから手の届かないところに逃げられてしまうんだから、手の届くところに出てきてもらうしかないだろう。それにこれはマザーからのお願いでもあるんだぜ。やめるリーズンがナッティング。度が過ぎると言っているんだ。我々の目的は地球の破壊ではない。I see, understand? 聞き飽きたからもういいだろう。ポチッとなっと。まったく何にも分かっちゃいないな。こんなスペクタクルな絵を生で撮れる機会なんて今ぐらいしかないんだぜ。そこには最高のエキサイティングが、全世界が求める絵がそこにある。なあ、そうだろマザー。だから俺はユーの誘いに乗ったんだぜ。オーケー、アクターも揃った。クラッパーボードを鳴らそうじゃないか。最高のフィルムのために。これで一通り倒したでしょう。グッドだ棺ガオ、プレイヤーちゃん。ここまでは俺の想像通りのアクトだよ。メトール！だがそれだけではSo bad。俺が君たちに
君たちのようなアクターに期待しているのはそれだけじゃない。わかるかい、スギガン。君にも足りないものがある。あんたの都合なんか知らないわよ。私たちはあんたみたいなバカ野郎をぶっ飛ばすためにここに。そいつだ、ヒツイガール。その表情、絶望に染まりかけた生の顔、そいつ俺は求めてたんだよ。だがプレイヤーちゃん、君の顔はいただけないな。いまいちだ。君たちも俺たちと同じような表情をするんだろう。もっともっともっと人間の生々しい表情を Please show me! You see?から幻想師を生み出してる。あんたの具現武装は爆弾なんじゃ。 No! 大きなミステイクだ、ヒツギガー。俺の能力は SFX、 火薬爆発だけじゃない、電飾偽装、フィジカルエフェクト、何でもできる。ロートルとバカにされ続けた技術だ。だがこうして今の世に俺の力として復活した。最高最大のフィルムテクニックだ。フィルムをよりエキサイティングに、クレイジーに、センセーショナルに仕上げるのが俺のロールさ。ヒツギガール、君だってハギトから聞いたはずだぜ。エーテルとは通信だけの技術ではナッセン、願いを形にするものだって。これが俺のエイテルの使い方さ。ふざけんじゃないわよ。そんなことのためにいろいろなものを巻き込んで、あんた何様のつもりよ。そのワード、そっくりそのまま言うに返すぜ、ヒツギガオ。君もマザークラスターのメンバーだっただろう。マザークラスターに入るときに言われたはずだ。俺たち選ばれたんだ、力を持つ存在なんだとね。その力を持って己の欲望を果たす、己の欲求を満たす、チェンジ・ザ・ワールド。それこそが俺たちのロール。違う、そんなのは絶対に違う。誰かが悲しんだりいなくなったりする世界を作り上げるためにこの力があるんじゃない。私はアルを守りたいと思っただけ。そしてこの子は私の元に来てくれた。守るための力なのよ、これは。全てを守るとか、全てを平和にとか、そんなのが夢物語なのはとっくの昔に分かってる。それでもそれに近づく努力は忘れたくない。みんなが笑って何も失うことなく悲しまずに済む世界に近づけたい。あんたのやってることはそれと逆だ。欲望でも欲求でもない、ただの八つ当たり、創作の皮をかぶったただの破壊活動だ。ヒツギガオ、できないと思いながらやっているとか、ちゃんちゃらおかしい話だね。夢物語を具現する、それが俺たちの力、エーテルのパワーなんだぜ。 Do you understand? そんなネガティブな意志じゃマインドもワールドも動かすことはできやしないんだよ、ヒツギガオ。そろそろフィルムの終わりが近い、クライマックスのシーンをやろうじゃないか。君は最後まで表情を変えることなかったね。思いのほかいまいちなアクターだったよ。だからせめてラストシーンぐらいは、悲痛と苦痛に歪んだ生の表情を観客に見せてあげるといい。What? どう
動いているぞ。撮影中止ってことだよ、ダメ監督。援護、兄さん。よう、元気そうだな、羊。You are八坂エンナ。エンナボーイ、君はあの部屋ごと消えたはずでは。俺があんな見え見えなのに巻き込まれるわけねえだろ。多少はトリックを疑えよ、映画監督さん。シット。だがノープロブレム、ここでまとめて消せばフィニッシュ、エンディングだぜ。おいおい、冗談だろ。興味そんな脚本じゃ許されないぜ。バレバレの誘いしている場所に何の策もなしに来るかっての。もっとも無策で飛び込んできたバカもいるにはいるらしいけどな。エンナボア、君はミスキャスト。即刻この場から去ってもらおう。この舞台は俺の絵には、世界が望む絵には、君のようなイレギュラーは不要、全くふさわしくない。まあまあ、そう邪険にしないでくれよ。俺腹ゲーとかバカ試合とかは結構得意なんだぜ。あんたの話は聞いてるぜ。会っていきなりで悪いが、その力頼りにさせてもらっていいか。で、そこのバカ妹、お前はどうする？疲れてんなら寝ててもいいぞ。バカ言わないで。戦うわよ、私も。んじゃ、このクソくだらねえ映画をぶっ潰してやろうじゃねえか。なあ、マザークラスが木の人ベトルゼラズミ、最高の運命を取らせてもらうか。コ
るじゃないか。ネクストシーズンの撮影といこうじゃないか。アクション、東京でも映画の心配か。大したゴミのだな。どうしたの？兄さん、あれ！全員でって言うから、どんな奴がいるのか 50% 期待してたのに。どいつもこいつも 70% ぐらい弱そう。で？あのチンチクリンが棺っての？ 100% 生意気そうだし、今ここでやっちゃおうよ、フル。ダメだよ、オーク。確かに弱そうだけど、私たちは挨拶に来ただけなんだから。あ、挨拶に来ただけってセリフ、なんだか無駄に強そう。使えるかも。でも、でも、フルの言う通りじゃよ、オーク。こたびのわしらの目的はキャツラではない。可能何時？数 5？ いつからあそこに？おいおい、ヤッコさん勢ぞろいかよ。これちょいとまずいな。手ひどくやられたようだな、ベトン。こちらの進言に従わないからそうなる。そんなことを言いに来たんじゃないだろう、オフィエル。ああ、マザーが粛清を決められた。著しい独断専行、そして作戦遂行のミス、到底看過できるものではない。私はその決定に従ったまでだ、ベトール。
それがマザーの決定ならいいだろう。だがオフィエルよ、ちゃんと今もフィルムは回ってるだろうな。人の死ぬシーンなんて生涯に一度しか撮れないものだ。逃さず撮っておけよ。目的は達成された。世界の病巣よ、今一度宣告しよう。我々マザークラスタの目的はそちらにいるアルという少年の身柄のみ。引き渡せば地球人の身は保証する。地球人って私たちだけ？オラクルの人たちはどうなるのよ。私はマザーの言葉を伝えるのみ。引き渡さなければ全ての病巣を取り除く。それだけだ。アルを引き渡せって、あいつらのマザーの目的は何なの？復讐に決まっているだろう。復讐以外の目的があろうはずもない。それではまた。私に言おうか。それでは。